海道に電話してさ、来てくれたんですかね。それで、これ作っていいの？これ良かったよ。せっかくね、かぶっちゃってからThank you.
皆さんこんにちは。ただいま獅子舞の奉納に先立ちまして、出演者が行列で入ってまいりました。これを俗に刷り込みと言います。刷り込みは上りを持った上り方が一番最初先頭に立ち、これは小屋文化財保存会の会長が務めております。それに従って各某日獅子等が後をついて入場行進となります。それではただいまから小屋文化財保存会による小屋ささら獅子舞の第1部開会式を始めたいと思います。では最初にまず開会の言葉、小屋の福田副会長お願いします。皆さんこんにちは。ただいまより令和元年度奉納獅子指定無形民俗文化財小屋獅子舞の奉納の開会式を行います。それでは、まず子どもたちの方の表彰から入りたいと思います。今年度これ小学校を卒業して、この小学校に在学中に、随分小屋の文化財保存会に貢献された6年生3人、この方々に認定証の授与式を行いたいと思います。まず名前をお呼びしますので、呼ばれた方は前に出てきてください。佐藤空さん、返事大きな声で。室久ハレンさん、渡辺ムーミさん、それでは佐藤空さん、認定証佐藤空様、あなたは小屋地域に350年ほど前から伝わるささら獅子舞の継承に進んで取り組まれ、素晴らしい舞を習得されました。よって奉納獅子指定無形文化財小屋ささら獅子舞の後継者として認定いたします。令和元年10月14日小屋文化財保存会会長福田悟ということでございます。認定証諸久ハレン様、あなたは小屋地域に350年ほど前から伝わるささら獅子舞の継承に進んで取り込まれ、素晴らしい舞を習得されました。よって奉納獅子指定無形文化財小屋ささら獅子舞の後継者として認定いたします。令和元年10月14日小屋文化財保存会会長福田悟。はい、おめでとうございます。それでは続きまして、
渡辺ムーミさん、ちょっと雨の方が本降りになってきましたけど、もう少し我慢してくださいね。認定証、渡辺ムーミ様、あなたは小屋地域に350年ほど前から伝わる新しい舞の継承に進んで取り込まれ、素晴らしい舞を習得されました。よって、この地指定文化財小屋新しい舞の後継者として認定いたします。令和元年10月14日小屋文化財保存会会長を下さる。はい、それでは紹介が前後しましたが、小屋姉妹、小屋文化財保存会長の、福田会長より、ご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。一昨日は台風19号が来接近いたしまして、この小屋地域も避難勧告が出されましてですね、小学校に私も避難したんですが、結果的にはそんなに災害がなくてほっとしているところでございます。埼玉県におきましてはですね、川越市あるいは東松山市が大きな災害を受けて、川が一の川とかですね、ビルマ川が決壊しているということでですね、亡くなられた方もおるようでございます。この方には本当に心からお悔やみを申し上げたいと思います。そして、いろいろ災害を受けられた方、一日も早い復興を心から願っておるわけでございます。さて、本日のこの笹原姉妹の奉納に、本当に大変お忙しい中、奉納市長様、鈴木市長様はじめ多くの皆様に、ご参列をいただきまして、奉納できますことをまずもって厚く御礼を申し上げます。また地域の皆様、こうして大勢の皆様方に、来ていただきましてありがとうございました。こうした地域の皆様に支えられて、私どものこの350年も伝わる笹原姉妹が継承されたわけでございます。本当にありがとうございます。さて、本日の奉納にあたりまして、いろいろと練習を積み重ねてきました。特に小学生4年生から、6年生までが獅子舞、そして1年生から3年生までが棒術ということでですね、特には獅子舞の方は7月から、特訓に特訓を重ねて本日を迎えたわけでございます。ちょっと頼りないところがあるんですが、これは やむを得ません。獅子舞っていうのは同じことを待ってるんじゃないかというお話をですねされる方もおりますが、これ微妙に違うんです。実は獅子舞っていうのは20番まであるんです。それをやりますと1時間以上かかってしまいます。それらを短縮して、だいたい子どもさんは20分、大人の方で25分から30分ということに縮めてあるわけでございますけれども、それをですね見事に克服された、今日3人の6年生の皆さんを認定者として認めましたが、そういった苦労があってですね、涙も流したい時もあったし、それをぐっとこらえて、頑張ってきたわけでございますので、これからもぜひ小屋姉妹の発展のために皆さんよろしくお願いをしたいと思います。さて、この獅子舞350年と言いますが、戦後からですね、戦後また始めまして、実はですね、昭和40年になかなか継承が難しいということで保存会ができたわけでございます。その時にですね、立ち上げた方もうほとんどの方がおりません。今日午前中はですね見えておったんですが、杉山和夫さんという方、今91歳でございます。この獅子舞はその方がしっかりと教えた獅子舞でございまして、小屋小学校のですねクラブ活動で昭和63年ぐらいですか、取り組んでいただきまして、その時にですね平日、その杉山さんは
仕事があるのに休んで毎週教えに来てたと。そういうものが今引き継がれて、まあ世代交代で今また新しい方がですね指導していますが、そういった素晴らしい皆さんの支えがあってこうして毎年奉納ができているわけでございます。結びにあたりまして、どうかこのご参加いただきました皆様方、そして笹原姉妹、そしてこの奉納地域がますます発展しますことをご祈念を申し上げまして、まとまりませんが私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。本日は台風一過の中、晴天の下でやる予定ではいたんですが、あいにく天候ばかりはどうにもなりませんので、こういうような状況になってしまいました。演技者の方も、この雨の中できるだけ可能な限り続けたいと思いますので、皆さん最後までご覧になってください。それでは来賓のご挨拶賜りたいところですが、この天気ですので、雨の中出ていただくと健康上よくよろしくないと体の方もかなり疲れている方がいらっしゃると思いますので、その場で、立ち上がって、簡単にお願いしたいと思います。それでは、この市長原口和久様代理、河野市教育委員会教育長の武藤様よりご挨拶お願いします。続きまして、国会議員であらせられます、衆議院議員の大島敦様よろしくお願いします。おめでとうございます。続いて、中根様よろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。頑張ってください。続きまして県議会議員の中屋敷慎二様よろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。続きまして、同じく県会議員の並木正俊様よろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。あと皆様ご出席いただいている方皆様へ、本来ならばご挨拶賜りたいところなんですが、やはりお時間の都合もございますので、名前だけの紹介ということでよろしくお願いいたします。名前ちょっと名簿順で読ませていただきますので、並んでる順にはならないかと思うんですが、それはご了承ください。吹上支所長の瀬山真嗣さん。はい、はい、おめでとうございます。私立小屋小学校校長池澤道弘さん。はい、おめでとうございます。この私立吹上中学校校長岡田秀樹様。はい、おめでとうございます。続きまして鴻巣市小屋小学校教頭鈴木聡さん。おめでとうございます。それで名簿の方の訂正なんですが、こちらの不手際で、小学校 の教頭先生ちょっとお名前前任者の名前が載ってしまったかと思うので、ちょっとこちらの不手際で申し訳ありません。鈴木聡さんです。続きまして比叡神社宮司宮島智之さん。本日はおめでとうございます。それから鴻巣市自治会連合会会長家中左官様。前砂町内会長加藤正夫様。妙陽町内会長福島隆一様。おめでとうございます。三丁目町内会長金杉京介様。はい、おめでとうございます。小屋北町内会長加藤信夫様。はい、おめでとうございます。小屋南町内会長福田良一様。おめでとうございます。続いて鴻巣市
主任児童委員小林美鈴様、同じく鴻巣市主任児童委員江原博明様、おめでとうございます。鴻巣市民生委員柏崎幹夫様、おめでとうございます。鴻巣市民生委員吉田和義様、はい、おめでとうございます。以上でございます。以上で、終わりますので、続きまして閉会の言葉、加藤副会長お願いします。以上をもちまして第1部開会式を終了いたします。でこれで開会式は終了いたしました。で続いて第2部のさすらし姉妹奉納の方に移らさせていただきます。皆さんそのままでお待ちください。じゃあ解散してください。ここで時間がお時間でちょっとありますので、小屋のさすらし姉妹について、いくらかちょっと触れたいと思います。小屋のさすらし姉妹は、五穀の豊作を神に感謝して豊作の年の10月15日に奉納されてきたものです。その起源についてははっきりしておりませんが、江戸時代初期の頃から行われてきたものと言われております。従いまして、今350年とも400年とも言われております。定かではありませんが、もうだいぶ経っておりますので、もう400年近くということで、統一させていただこうかなと思います。このささらし姉妹はささらと呼ばれる竹の楽器をこすりながら演奏することからささらと呼ばれ、獅子舞を演じることをささらをすると言います。獅子舞の奉納形態につきましては、棒術と獅子舞とによって構成されておりまして、まず棒術に始まり獅子舞へと移行いたします。奉納については先に子どもたちの棒術獅子舞から大人の棒術獅子舞へと移ってまいります。それでは準備ができたようですので、まず場を清めることから、棒術の棒頭による四方切り、お願いしたいと思います。四方切り、おじさんが散々守ってていいんじゃねえよ。それでは進行役の順序に基づきまして、まず子どもの棒術から行います。子どもの棒術、先ほど会長からもお話がありましたように、毎週
練習をしてまいりました。この奉納のためにですね、一生懸命練習してまいりました、1年生から3年生の生徒が行います。見てやっていただきたいというふうに思います。いきます。いいですね。大きな声で返事してくださいね。校長先生も見てますからね。いいですか。はい、それでは花棒を行います。東翔英くん。はい。はい、小林隆生くん。はい、どうぞ。はい、できました。はい、続いて花棒、土屋美月くん。小林大輝くん。続いて花棒です。小林大輝くん。はい、西村大輔くん。はい、できました。はい、次は基本の花棒に加えて少し演技が入ります。切り込み、東翔英くん。はい、小林隆生くん。はい、続きます。次は振り出し、土屋美月くん。はい、西村大輔くん。はい、最後になります。切り込みです。3年生同士になります。小林大輝くん。はい、西村大輔くん。子供の口実終わります。
獅子舞の上演形態は通常の場合獅子が3頭1組で上演するのが一般的ですが、小屋の獅子舞につきましては雄獅子が2頭、雌獅子が2頭、東岸獅子が1頭の計5頭で上演いたします。獅子舞は、5頭の獅子が同士に導かれ、笛歌に合わせて一曲形式で優雅に舞います。舞の所作は朝霧に隠された雌獅子を雄獅子が探し回る所作を演じるもので、一般に雌獅子隠しと呼ばれるものです。Yeah!
これでいいよ。はい、変わります。はい。Thank you.
では失礼します。小屋小学校校長池澤と申します。本日は子どもたちの笹田獅子舞をご覧いただきありがとうございました。6年生で、昨年よりも上手になった子、4年生になって初めて獅子舞の方に参加した子、いろいろおりますが子どもたちの方を紹介させていただきます。まず同志6年、佐藤空さんです。はい、方眼寺市6年、室下晴蓮さんです。はい、ありがとうございました。小路市6年生、渡辺むうみさんです。はい、ありがとうございました。小路市5年生、石井理子さんです。はい、ありがとうございました。明治市4年生、鷲野雄人さんです。明治市4年生、森田咲さんです。はい、ありがとうございました。金棒4年生、八木美優さんです。はい、ありがとうございました。岡崎4年生、加藤瑠香さんです。はい、ありがとうございました。岡崎4年生、渡辺美智香さんです。以上です。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてですね、大人の部の奉日を行います。子供がしっかりと今奉納していただいたから、それに負けないで、頑張っていきたいと思います。大きな声でお願いしてます。で一応ですね、花棒って言いますか、棒術には20数種類の技があるんですが、その中の10種類を今日はご覧いただきたいというふうに思います。それでは基本であります花棒を行います。野口博光さん、もう一回やります。野口博光さん、はい、小室和也さん、はい、はい、当日はよくできたときはそのままと申し上げてください。もう一度ご覧いただけます。はい、間違った人はもう一度やり直しです。はい、はい、続いてまいります。両引き熊倉和也さん、はい、石井義雄さん、当日今現在2種類やりましたが、六尺棒と言ってますね、この棒のことを。いわゆる六尺棒同士でやりました。この次はですね、いろいろと六尺棒とか太刀、いわゆる刀、あるいは槍とか傘とか使ってまいります。そういう演技も入ってまいりますのでご覧いただきたいと思います。はい、次は飛び棒を行います。
スイッチ入れてください。スイッチ、のぼるさん、はい、参ります。野口博美さん、小室和也さん、はい、これは六尺棒同士で行います。はい、どうぞ。はい、続いてまいります。はい、天地、熊倉和也さん、森田春夫さん、やはり六尺棒同士です。じゃあ続きまして、傘棒を行います。これは傘と太刀で行います。石井昇さん、太刀です。森田春夫さん、傘です。はい、どうぞ。です。原口春夫さん八丁目、森田春夫さん八丁目、もといです。福島努さん、失礼しました。Yeah.
やり直しやり直しだって正門じゃなくてやり直しはい、では次は槍を行います。槍棒です。使う棒は傘、それと槍を使います。はい、原口春夫さん、新宿、森田春夫さん、八丁目です。吉田さん、みんなと一緒に前で見ますかね。石井昇さん、はい、森田春夫さん、はい、いやさん頑張ろう、いやっと、いやっと、えっえい、よい、はい、それでは最後になります。払い棒です。4人で行います。はい、福島努さん、小室和也さん、原口春夫さん、新宿、原口春夫さん、八丁目、いよいよ騎士が登場してまいります。
これから大人の出演者のいかつい顔をした獅子の紹介、それからその他の皆さんの紹介をさせていただきます。少しお待ちください。お面かぶんなかった人がね、そうそうそう。
はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。はい、だいぶ雨も上がったようで、本当に皆さん頑張っていただきました。本当にありがとうございました。それでは今会場の方からご案内いたしましたように、自己紹介をさせていただきたいと思います。いいですか。あ、じゃあ自己紹介じゃなくて、なんか私の方から紹介させていただきます。向かって左から、だいぶこう頑張っていただきました。同志の小林カオル君でございます。はい、高校生です。続きまして、これ、明治でございます中川の瀬山和夫さんでございます。ありがとうございました。はい、頑張っていきます。続きまして、新宿の福島誠也君でございます。はい、高校生でございます。高校生でした。高校何年生だっけ。高校2年生だった。続きまして砲丸をやっていただきました、新井和美、ね、知ってる知ってる。いいですか。新井和美さんでございます。それから太鼓大丈夫だった。だいぶ頑張ったようですけどね。これ同志、あ、もういなくなっちゃった。同志の小林カオル君の弟小林渡辺君でございます。中学生でございます。獅子の最後にですのひげがここにかっこよく出ておりますのが、自己紹介して自分で嫌なんだそうです。吉田良一さんでございます。中学生じゃありません。続いて、ですね、大変裏方といいますか、やっていただきました、方を紹介させていただきます。まず、花、83歳、はい、杉山クリーンさんでございます。続きまして、やはり杉山三つ明さんでございます。花やっていただきます。続きまして、中川の福島立正さんでございます。やはり、中川でございます。新井義雄さんでございます。誰あれさん、あれさん、はい、ファンが、はい、まだちょっとやってますけど、ちょっと、続きまして歌でございます。筒峰の森田良一さんでございます。どうもありがとうございました。続きまして上神殿の原口昇さんでございます。どうもありがとうございます。この3人につきましては、大変ずっとですね、朝から晩まで、晩まで、笛の方を担当していただきました。本当に大変でございました。
志郎さんでございます。8丁目に。はい、自己紹介、はい、どうですか、はい、やはり8丁目でございます小室真由子さんでございます。高校生でございます。それから中学、はい、佐藤リリーさんでございます。はい、以上でございますけど、よろしいでしょうか。何か質問する先生方がおりますんで、何かありますか。ないですか。あ、好評、あ、いいの。あ、じゃあ、代表いたしまして、大島先生、できましたら簡単に好評いただければありがたいんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。素晴らしかったですね。特に某日もそうなんですけど、獅子舞の、去年もそうだったんですけど、高校生の小林さんの本当に足がよく上がってました。ありがとうございます。同志難しい役だと思います。笛があと良かったですね。非常に息揃っていて、あと歌のある獅子舞はここだけだと思います。私の地元でいくつか獅子舞あるんですけども、こういう歌のある獅子舞は小屋の獅子舞だけだと思いますので、歌も声がとって本当に良かったです。ありがとうございました。もうみんな素晴らしかったんで、これ以上言うことありません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは時間も来ましたので、この辺で終わりさせていただきたいと思います。なおまた獅子舞の方々、そしてまた今日は某日の方もですね、一生懸命やりました、含めて、いろいろ演技していただきまして、ね、本当にありがとうございました。これで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さん、長時間にわたりましてこの笹良姉妹をご観戦いただきまして誠にありがとうございました。またですね、来年も元気なうちに元気にやりたいと思います。それでせっかくの機会ですから、台風19号の関係で実はここにいる大島先生、12日のもう4時過ぎに被害がどうだとかって全部回ってくれたんです。こちらにも来ていただきました。いや、私どもはもう笹良姉妹が控えてますからね、まあ、頑張らなくちゃいけないし、なんとかしたら神も味方したんですね。お天気も、まあ、こうして無事に奉納できましたことは皆様のお力添えのおかげと深く感謝を申し上げます。それともう一つ皆さんにお知らせしたいものがございます。この笹良郷土芸能、実は奉納施設公65周年事業の一環として平成2年、来年ですね、来年の2月の9日日曜日に午後からクレア鴻巣の大ホールで発表することになっております。そして大変めでたい席、奉納とは違いましてめでたい席です。私どもは今日お見せした子供のと大人獅子10頭で舞う予定でございます。お祝い事ですから、小屋の獅子舞っていうのはね、豊作あるいはですね、家内安全とかいろんなことを、要するに無事に過ぎたよということで神に捧げる舞なんです。ですから今回は65周年のめでたい席ですから、獅子10頭、同志2人ということで、待ってみたいと思います。ぜひご期待をいただきたいと思います。そして都合のつく方は無料ですから、午後1時から開会いたしますので、よろしくお越しいただきますようよろしくお願いを申し上げまして、本当に長時間にわたりまして、お付き合いをいただきましたことを心から感謝申し上げ、また来年元気でお会いできることを、記念いたしまして、本日の獅子舞奉納を終了とさせていただきます。ありがとうございました。
すごいね。すごいね。本当だよ。足が上がる。やってみられるのこれさ。とてもとてもできない。まさにキャッチ。いやできない。ほらだほら。すごいよ。せーの、バーレイヤー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 、はい、すいません。